切っていただきました。で、まああのカードとかトランプっていうのは混ぜるって言わないんですね。切るっていうじゃないですか。切るっていうのはどういうことを言うと、この前に入っていた念を切っていくって意味があるんですよ。ある意味僕のカードは、僕まあ滝行とかしていろいろするんですけど、よく臨病当社開陳列在前っていう陰っていう陰を切るっていうじゃないですか。あれも切るんです。悪いものを切りましょうねっていうのが、まあ条例とか条例とかそういうものですね。でカードで切る。で例えばこの頃私運気悪いなと思ったらするじゃないですか。でまあ条例してもまたお金かかるし嫌やなと。特にこのまあこのタロットカードはあくまで条例も含めて作ってますから、あの嫌なことが終わるまでね、ドキドキ感が消えるまで、不安感が消えるまで切り続けていってほしいんですよ。そうすると体が切るっていう動作が体が入ってくるので、その割には切れます。なんていうの、だからちょっと嫌なことをこう切っていただくとまあいいでしょう。でどこまで切りつけて何回切ったらいいのかって、何回とか回数ではないですね。あくまでもタロットとかっていうのは霊感とかっていう分野と似てますので、感覚なんです。だから感覚で覚えて感覚で伝えるってことが重要なんですね。だからその中でちょっと軽くなった感じがしたら、あそろそろもういいでしょうという形になります。でこの中で、まあ、1枚ずつちょっと、まあ、あの切っていく、1枚引いてもらおうかなと思います。じゃあせっかくなんで、1枚ずつちょっと取っていただいて、裏側のままこのまま置いてください。ちょっとじゃ取ってください、取ってください。じゃあ順番でいきましょうか。こっちから、はい、1枚取ってこのままね、裏のまま置いておきます。はいはい、で取ってください。ちょっとね遠いですけど、すみません、大丈夫ですか。はい、こちらですね。はい、でタロットカードのやり方のポイントは、まあ、このままねサクッと出しちゃうとちょっとありがたみないじゃないですか。だからちょっとやっぱこうまず整理してからちょっとおごそかにしていただくってことがポイントになりますね。の方がなんかこうこれないっぽいやんとなるじゃないですか。ございます。まあ、このようにまあ3つ引いてで1人1枚引いてますから、あの1枚だけ取っていただくっていうことをワンオラクルって言い方するんです。要するにまあタロットカードのポイントはワンオラクルで始まりワンオラクルで終わるというまあ意味があるんですけど、まあ、1枚引きがすごくポイントなんですね。まあシンプルイズベストみたいな感じです。でこうこのカード、なんとなく分かります？なんとなく。例えばこちらの方は時間をかけて問題を解決していくというカードです。で時間がかかるというのは前提なんです。でこれはさっき言ったの弁護士さん、お金あったら弁護士さん相談しなさいってことなんですけど、論理的に考えていくってことなんです。これは直感でなく、もう感性でなく論理的に着実に考えて方向性を見てこなしていくことが重要だよっていうことを意味してるんですね。で幸せになるっていうカードですよ、これは。で、ガネーシャのこれはこう動いてはいけないというカードです。絡まっちゃうから。本当はこれはその場で見ながらじっくり考えていくという意味のカードです。でこちらのカードは苦手な人の縁を断ち切るとか自ら切っていくっていうカードでした。まだ今そんな感じかもしれませんね。さっきの感じでなんとなく分かります。出したことがあくまで広い視野で捉えてるんですよ。なぜかというと、なぜ広い視野で今言ってるかというと、大まかな全体の流れしか見てないからです。例えばこれが今の旦那のこととか、あの現在の彼氏のことっていうふうに断定したら、それに対するカードは断定した答えなんですよ。質問がぼやけていたら答えもぼやけます。で答えは、まあ、あのこれから今後ですね、占いの館でもどこでもいいと思うんですけど、行かれた時に、質問内容を明確にしとくと答えは明確になります。これはすごいポイントだと思ってください。でまずこれが一応、まあ、あの参考にしていると。で次にですね、まあ、鑑定において、まあ、質問をこう聞いてから、答えていくっていうやり方もあります。例えば皆さんやっぱりいますし、他の、なかなかね聞かれてなくないことがあると思うので、まず質問内容を自分の中にちょっと作ってほしいんです。今一つだけに絞ってください。各々違います。一つに絞ってくださいます。でそれをまあ念じるじゃないですけど、心の中にまずグッと
集中してほしいです。ちょっと目つぶっていただいて、ちょっと質問内容を決めてくださいね。で、命令してほしいんです。今の私こうこうこの例えばまあ恋愛のことこういう悩みあるけど解決法何かあるのかっていうふうに決めてほしいんです。そういう形でちょっと命令してください。目つぶってものすごい集中してくださいね。はい、 OK です。で、今集中が終わってますんで、それに対する答えのカードを取れっていうふうに自分に命じて、1枚ずつここにまたお願い取ってください。はい、取ってください。取れ、あ、取ってください。はい、自分に今の、質問に対する答えを出せ、またこのカードを取れみたいな形で、まあ、自分にグッと入れて取ってください。はい、要するに聞きたいわけですからね。ここになんか何でも知るような知るような超能力者がいたら聞きたいじゃないですか。そういう感じで聞いてほしいんです。1枚、はい、で、ちょっとで、おのおの質問内容は僕分かりません。で、分かりませんので具体的な回答はちょっとできないです。今の中で質問がない。ただカードに対する意味を申し上げるという形です。それで、あ、こんなことなるほどなって気づいたとき、こういうことかなというふうに感じたとき、それは答えが重なっているときでもあるので、持って帰っていただくといいと思います。一点集中型で頑張っていくといいと。一つのことに集中すると長くなる、いいんだよという感じです。それ何のことか僕は分かりません。はい、まあ、それは良しとしてください。フォースプレイ、これは遊ぶという感じです。競争心を忘れて、で、まあ、競争心を忘れて遊ぶ、もっと自由になりなさい、もっと気楽でいきなさい、なぜ同じ流れになってるの、流れから外れなさい、いろんなニュアンスで捉えてください。そういう意味の考えです。こちらはセンタリングプレゼントというのは現在、センター中心という意味です。過去をの、そういいことだ、いろんなことあったけども捨てて今を大事にしなさい、今やるべきことをちゃんとしなさいという考えでした。64番は笑ってて、なんか刀の戦争が終わって笑ってるよってカードでしたよね。次0番始まるっていうカードでしたよね。どっちかというと、ということは、このカード63番、その流れから見ると6401となるように新しいサイクルに入ってきてるっていうことでもあります。なんとなくわかります。なんとなく感じるところあると思うんですけど、それがまず一つ捉え方の答えだと思ってください。で、次に例えばこう、いつ素敵な人と出会いたいのかとかね、なんかちょっといつ恋愛はあるのかとか知りたい場合あるじゃないですか。例えばこう恋愛運って、まあ、いつ恋愛運が一番訪れるのかって聞きたかったって言います。誰か言います。聞きたいですね。ちょっとやってみましょうか。じゃあの恋愛で、いつ運気はいいのかみたいな感じですね。はい、でそういった時にやっぱ時期知りたい、時期も見れます。じゃあどうやって見るかということなんですが、やはりちょっと大きいとこから絞り込んでいきます。占いとか鑑定というのは大きいところから絞り込んでいくってことが重要なんです。概要を知らなきゃいけないです。本で言うとやっぱ目次がないと読みたいのかわからないですよね。だからある意味大きい視野が必要なんです。で、そこでまず大きい視野として、12ヶ月の運気を見たいんです。まずで、この中で例えば持っていただいて、取り方は10でいいんですよ。別にバーって、はい、ですね、1枚ずつ好きなところで、まあ、間だから取ってもいいし、ポンポンポンってこう置いてください。もう切らなくていいの？あ、切ってもいいですよ。切ってもいいし、中も手を抜いてもらっていいですよ。はい、まあ、好きなところで、これがまあ、はい、はい、いいですよ。はい、順番取ってほしいね。ポンポンポンと、はい、もう順番、これ順番でもいいし、中から取ってもいいです。もうそれは好きなように取ってください。基本的にタロットカードは何か取ろうと考えていかない、書くまでも右脳を使うので考えてはいけないんです。3秒以上考えたら左脳です、感覚です。ただ並べる場所を決めておいた方がいいかもしれないですね。分かりやすいので、はい、はい、はい、もう2枚だと思います。はい、はい、はい、まあ、これでお返ししますね。まあ、テーブルを置く方はいろんな並べ方がいいんですけど、並べ方のポイントはですね、ちょっとこうかっこよく並べるといいですね。だからタロットカードする人の占い師さんのテーブルってでかいんですよ。の方が見栄えがいいからですよ。
これは設計図だと思ってください。でここでまあ一つの、ね、カードがね、まあ、この中でなんかこう良さそうなカードまず見ていきます。まあ、ホースプレイというのは馬が競争心を忘れた、まあ、戦争があって笑ってる、物事の視点を変えていきなさい、人を比較しちゃダメだよ、時間かかるけどね、着実にやっていきましょうね、自分の方向性いきなさいよと、幸せな波が来て新しいものを体験していきましょう。でカメレオン、状況によって順を5年と5に従い、うつ状態、フェニックスは結婚、愛情、幸せな波が来てるっていうカード。で全体でバッと見ると結構いいカード多いんですよ。だから来年いいんでしょうね、特に2020。でこれどう見てるかというと、例えば、まあ、今月10月ですから、まあ、10月、11月、12月、来年の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10みたいな感じです。1ヶ月ごとにおいて運気、恋愛はどこが月がいいのかなと捉えます。それいいカードが出たところは恋愛がいいというふうに捉えます。でその時に、あ、10月、11月なんか結構良さそうだねと。で、10、11、12、1、2月も良さそうだね、4月もいいね、で5、6、7、8月、9月両方ともいいね。でこれ見ると8月が重なってるんで、来年の8月9月すごくいいんでしょうねと。これ結婚というカードなんですけどね、そのまずだ結婚に結びつく恋愛をする、幸せになる鍵を持つということは、ある意味来年の8、9月、占いだけで言うとですよ、来年の9月、8月、9月ぐらいですかね、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、8月、9月で出会う人っていうのは結婚前提で考えるべきだし、結婚の話が出たらもうゴーサインで行った方がいいですよと、意味のカードなんです、まあ、簡単に言うとですよ。だからそれでまず、じゃあこの中で8月来るじゃないですか、8月特に結婚というカードがあるから、じゃあ8月の中で一番じゃあ何日なの知りたいじゃないですか。それも出るわけです、簡単に言うと。でそれも分ければいいんですよ、前半中盤後半と分けるんですよ。8月の1から10、11から20、21から30とかで3つカードを引いて、いい方のカードの週がいいわけですよ。で今度は10に絞られたわけじゃないですか。10日のうちどこがいいのかっていう、また10枚出せば絞れるでしょ。このように絞っていくんですよ。でこのやり方っていうのはタロットってのは自由でいいんですよ。よく占いの本とはタロットの本ってありますけど、100人って100通りあるんです、やり方が。はい、そういうやり方なんです、簡単に言うと。で結構そういう意味では結構自由にしていただくっていうことがポイントです。なんかまあこの中でご質問とかなんかあります？今こんな基本どうしたらいいねとか、相性とかどうすんねとか、何でもいいですけど、例えばこう相性占いってよくあるじゃないですか、うん、ご結婚されてる方はいいですか、相性やってみますか、旦那さんせっかくですから。なのでじゃあですね、旦那さんのカード1枚取ってみてください。まあよくはね、占いだと大体相性を見て大体言いますね、パターン的に言うと知りたいと、ね、でまずね相手のカード取ると、で次に自分のカード取りましょうねと。要するにまずね、相手はどんな人、自分はどんな人っていう、あくまでこれは性格じゃないんですよ、魂の深いところだと思ってください。で次に関係性見ます。一体 何の関係性やねんと、ね、どんな関係、どんな意味があるのみたいなですね。でこれがまあ、お旦那さんが、これはね、ウィッシュルジェムっていうのはこう精神で満たされていくような人、精神性を大事にするとか、そういう意味のカードなんですね。スレッドエゴっていうのは自分のエゴとか自我に注意しなさいっていうカードなんです。ちょっと頑固ですねっていう感じですね、金とですね。で関係性というのはこれはね、苦難があるんだよねと、だからもう泥の中なんですよ、もう揉めたりとかいろんなことあるんだけど花咲くんだよと、だからねこう焦っちゃダメだよっていう意味のカードなんですよ。でこれはまあ今日の相性ですよ、恋愛でもこういう感じですね。じゃあ例えばですよ、今の旦那さんと結婚したとしますよ、恋人同士だとしますよ、恋人の時に、あ彼はこんな感じなのと、私はこうなのと、なんかちょっと時間からが幸せになるんだねみたいな。じゃあ結婚の相性となった時にはさらにやっぱりもう一つね深めていかなきゃいけないんですよ。それにやっぱね子供のカード一つですね、子供のカードします。
例えば子供がね、私産みたいと、いや俺いらへんと、離婚しますね。子供の相性が必要ですね。次お金の相性、ね、お金が例えば使い方が悪いとかね、あったらもう絶対離婚しますよね。あと親の問題ですね。親の相性で同居してくれって言ったじゃないのと、せえへんって離婚しますよね。このようにキーワードをまず考えるんですよ。何枚のカードがあったら分かりやすいかって決めるんですよ。だからあくまでカードは自由なんです、並び方は。で好きなように並べてもらって結構ですよ。まあね、子供はなかなか相性いいじゃないのと、うん、お互いね、なんか子供大切、子供ねいるとねすごくねやっぱりいいんじゃないのっていう、子は春日いって感じだねと。でマウントメールっていうのはこれね、お金ですからね、あの方向性をちゃんとね決めないとあべこべになっちゃうよと。方向性一緒にこう歩まなきゃいけないよと。あ、これあれ親の相性、親の相性もね、あのいいんじゃないですかっていう、まあ捉えるわけですよ。まあザクッとですよ。ただこの中のカード言いたいのはね、二人の問題ここですよね。ちょっといろんなことあって進歩することがねなく続くのかなっていう意味のカードなんです。じゃあ2回3回でカード変わりますよね。いいんですかって。でどん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 変わって10回かやった時に10回同じことするじゃないですか。似たカードは結構ねついて回る場合が多いんですよ。このカードが多く出るとかってことはよっぽど言いたいってことなんですよ。だから何回やってもいいんです。よく占いではね1回しかダメだとか言うから嘘です。やりたければいいんです、納得するまで。それが重要。だから今後例えば占い屋方の占い師さんに相談するときに納得するまで聞かなきゃダメですよ。だからある意味この占いの占い師のいい選び方っていうのは、件数1件いくらでやってるとどこでカウントされてるかわからないじゃないですか。ちょっと不安じゃないですか。悩みがあるでしょと、いやあんたの今悩みやとなるでしょカウントなので時間制の方がいいです。 で自分でタイムを決めとけばいいじゃないですか、予算で、っていうふうに決める方が僕はいいと思います。あとはまあ自宅でされている人の方が経費かかってないんでね、ある意味丁寧ですね。うん、他のところでこうやってる、まあ例えばこう結構いい加減な人もいるんですよ。結構占い方の裏話結構多いんで聞くんですけど、勤めてる人がよく来るので結構聞くんですけど、あそんなことあるんですかと。中にはこう、高校生に手出したりとかね、クビになったとか、なんか今自分で閉じこもってるとか、なんか面白い話もありますよ。まあ、そういう人もなんかいるんですよ。なぜそれができるかというと自分の家じゃないからですよ。自分の家だと下手なことしたら大変なことになるでしょ。だから自分の家でやっている人の方がまあまあ社会的においてもちょっと安心感があるだろうと、まあ、性格、家を見てみたら分かりますからね、綺麗なのか。あとは時間制でやってるところで、あそういうところを探したら、まあ、大体いい人いますよっていう感じですね。まあ占い方が悪いとかじゃないですよ。一時的にちょっとまあこういうこと聞きたいなと思ったらさっていくのはいいんですよ。ちょっとこう食べたいな、ちょっと喉渇いたな、ちょっと水飲みたいなって時にちょっと自販機で買いた時ってあるじゃないですか。そういう時ってやっぱそれはそれで十分いいですから、あそれで良しとしてもらえるといいかなと思います。これがまず時期をね入れると。でこのカードは最初の勉強はですね、一つのカードを出してまず鑑定する。もちろん複雑にすることができるんです。例えばまあね、せっかくなんで、ね、一つずつちょっとさせていただいたんでね、最後ちょっとね、ちょっとやってみたいなと思うんで、ちょっと一回切ってください。ちょっと大きい視野でね、細かく出しようかなと思いますね。切り方うまいですね、なんか。なんかやってたんですか？ああ、なんかエンジェルカード。ああ、だからやっぱり、うまいですね、これ。で、そこでですね、好きな数字あります。1から3で好きな数字なんかあります？ 3、はい。で、1、2、3枚目も引いていくっていう、まあ適当に考えたんですよ今。別に今考えないですよ。自由にしてくださいね。何枚でやったらいいかって考えたらダメなんですよ。左脳になっちゃうので右脳でやってください。3枚出したやつは3枚出せばいいんです。5枚で5枚でいいんです。ただ並べるのはちょっと綺麗に並べましょうと。デザイン重要ですよってことです。1、2、3、ね、1、2、3、ね、1、2、3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 、とまあちょっとこんな形でちょっと占い師っぽいね、ちょっと雰囲気になったでしょ、なんかこう並べ方でこれが、ね、1列だったらちょっとね味気ないここ丸くなるとなんかちょっと雰囲気出るという、まあ、この並べ方は順位にしてください。でこれはまあ簡単に言うと今出していただいたのがね、
それ今の運気ですね、ホットシート早く行動しなさいよ、年がつく前にという意味のカードです。でこれ昨年の運気っていう僕決めてたんですね。この場所は昨年の運気はまあ一つの方向に向かっていくとかね、決めていくというなんかで今年は、あこれはね感情的になりやすいとかこう焦っちゃうとかっていう意味があるので、それちょっと注意しなきゃいけないよと、まあ迷いとかね不安が出てきたとか、で来年あ生まれる始まるとか新しいものを作り出していくとか、なんかこうカラッと変わるでしょ。でこれが一つ月の前の運気、今9月の運気、あそれ休憩時期でしたねって、10月縁が切れていく整理されていく、11月女性の辛抱強さで、12月人に対する気遣いとかそういうなんか社交的になるとかで、来年1月じっくり考える、2月強にあったら強に従い、2月なんか変化ありそうですね、パッと見るとということまで簡単に出したんです、簡単に言うというこういう並び方もまあ一つあるという感じですね。で並び方はあくまでも何度も言いますけど10にしていただくといいです。あくまでも右脳で使わなきゃいけないです。右脳というのは3秒以内です。3秒を超えると左脳になりますからという形で捉えるといいと。だからお買い物もでもそうですね、あのバッグでも洋服でも素敵だなと思って大体、店の前で泊まるじゃないですか。マネキン見てなんかかっこいいなと泊まるじゃないですか。まず直感が働くでしょ。で次にその中で店入ったら結構他のもいいのあるなっていう目移りして、これも素敵で素敵だったじゃないですか。で最終的にどうなるかと調整するんです。お金の払えるか払えないかっていうところなんですね。たまたま手に取ったのは裏見た 50% オフだったかもしれませんよね。そういうこともあるんです。大切なことは直感から始まって最後に左脳で整理するんです。これ全部同じです。もう買い物全部そうだと思ってください。そうするといいものに、ね、なります。大丈夫ですか、マジで。はい、大丈夫ですか、いますか。はい、ちょっと食事ね、時間大丈夫ですか、食事。ちょっと食事があるので、あ、すみません。ちょっと持ち帰りで、ちょっとなんか作ります、ちょっと分かりました。はい、はい、じゃあとりあえずこれで、一回ストップしようかなと思いますので、じゃあ向こうのテーブルでちょっと一旦ゆっくりしていただいて、はい、ちょっと5分ほどお待ちください。はい、すいません。はい、ちょっと持って帰って。